皆さんこんにちは、マーキーです。今回は BOCW でマウスが激強になる設定についてご紹介したいと思います。早速ね、紹介していきたいと思うんですが、こちらのチャンネルでは BOCW のほか COD 関係の動画を配信しています。私マーキーを応援してくださるって方は高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。で、今回ね、いじっていきたい設定なんですけども、モニター距離スケールってね、どこにあるかって言いますと、設定の中のキーボードマウス、エイムの中にあるこちら、アドバンスの中の3番目、モニター距離スケールってやつですね。こちらの設定をいじっていきたいと思います。こちらの設定ね、少し変えるだけでね、エイムのキレが変わってきます。おそらくデフォルトだとレガシーか、ここがね、1.33 とか。だと思いますが、こちらはね 1.78 にするだけでエイムのキレがすごい変わります。でこんな感じでね、ちょっとね、見てもね画面越しに見てもね、全然わかんないと思うんですけども、まあこれがね、どれだけキレが上がったかわかりやすくするために、試しにこちらを0にしてみたいと思います。わかりますかね、これやってる側はね、すごいわかるんですけど、すごくゆっくりになってるんですよ。エイムのこのここからここに行くスピードがすごくゆっくりになってるのがわかると思うんですね。ちょっともう一回 1.78 に戻してみましょう。はい、戻しました。そうすると、わかりますかね？お、ちょっと動きが機敏になったと思いませんか？これね、マウスの移動距離は全然変えてないです。どっちも同じぐらい移動をしているんですけども、別に早く動かす、0の時だけゆっくり動かして、1.78 の時だけ早く動かしてるってわけじゃないんです。こんな感じでね、1.78 にするだけで、キレッキレなエイムになります。エイムにキレが増えるということはどういうことかと言いますと、高速エイムがさらにね、やりやすくなるんですね。レガシーや 1.33 に比べて素早くね、視点移動ができるので、まあ今まで以上に高速エイムが簡単になるかと思います。このモニター距離スケールって何っていう人もいらっしゃるかと思うんですが、ね、マーキーが理解できないほど難解な設定なんですよ。で、なのでね、詳しく説明することがまあできないのですが、まあね、簡単に言いますと、押しダメージとエイム時の感度の差をどうするかっていう設定ですね。デフォルトの 1.33 だと、そのエイム時の感度と、腰ダメの感度が、その 75% ぐらい違うんですかね。腰ダメに比べて 75% まで感度が下がりますよっていう。こちらね、1.78 にすると、腰ダメと、エイム時の感度がだいたいね、100% ぐらいになる。口で言っても若干分かりづらいと思いますので、実際に比べてみましょう。腰ダメの時の感度と覗いた時の感度の違いが分かるように、適当なところでね、距離を取りたいんですけども、ここがね、ちょうどいいので、ここでね、合わせてみたいと思います。大体ね、腰ダメの感度で、そうですね、1センチぐらいですかね、私の場合。1センチぐらいで、ここで覗いた時との感度を比べましょうっていうことなんですけども、こういうのはね、高倍率ズームの方が分かりやすいと思いますので、高倍率ズームの武器を持ってきました。スナイパーライフルですね。0と 1.33 と 1.78 の3つの感度をやりたいと思いますので、まあ、どれだけね、M 字の感度の違いが出るのかっていうのを検証してみたいと思います。それでは最初、0ですね。ここからね、同じぐらい、同じ1センチぐらい動かしたいと思います。おっと？大体、同じぐらいの距離動かしてるんですけども、ここの左端から、この冷蔵庫の右端あたりまで動くって感じですね。それでは次に 1.33 デフォルトの値でやってみたいと思います。おっと、かなり変わりましたね。先ほどまで冷蔵庫の右側だったんですけど、ここのなんか調理台の真ん中あたりまで来るようになりましたね。それでは 1.78 でやってみたいと思います。わかりますかね？大体、腰ダメの時と同じぐらいの移動距離になったっていうのがわかるかと思います。こんな感じで、ね、実際ね、モニター距離スケールを変えてみたところ、こんな感じでね、覗いた時の感度の差が出てきたので、つまり、モニター距離スケールを 1.78 にしておくと、エイム時も腰ダメ時も大体同じ感度でエイムすることができるので、高速エイムが簡単にできてしまいます。鬼エイムを手に入れたいって方はね、ぜひこちらの設定をお試しください。ただね、こちらの設定にはデメリットが一応あります。エイム時の感度が速くなるので、鬼エイムがレガシーや 1.33 に比べて若干ね、難しくなります。ここでね、走ってる敵がいたとしたら、こうやってね、追うのが少し難しいかな。もしかしたら、感度が高すぎて、走る敵に追いつくところか追い抜いちゃうみたいなことも
あるかもしれないですね。もしね 1.78 が早すぎるなって感じがする方は 1.66 とか少し感度を下げてみて、まあ、自分に合ったね感度を探してみてください。あと先ほど0にした時にエイム感度がね結構ね低くなったっていうことをね実験して検証したんですけども、実はこれも使い方によってとても有益な設定でして、まあ、1.78 と逆で OEM がやりやすくなるので、まあ、光線距離が長めなスナイパーライフルとかタクティカルライフルをメインで運用している方はこちらをね0にすると、結構ね敵を追いやすいんじゃないかなと思います。こんな感じでここにいる敵がねこれ走ってここまで行こうとした時にこうやってねゆっくり追いかけることができたらまあ楽ですよね。まあ、おそらくねウォーゾーンとかだったら0にした方がエイムが輝くんじゃないかなと思います。あと当然ながらこちらのモニター距離スケールをいじるとエイム時の感度が変わってしまいますので、前回紹介しましたマウス感度の決め方をね参考に再度マウス感度を調整してみてくださいみたいな感じで、今回ね鬼エイムを手に入れるためにモニター距離スケールをいじろうっていうね設定紹介でした。繰り返しになりますがまとめです。1、モニタースケールは腰ダメとエイム時の感度の差の設定。2、1.78 に設定すると腰ダメージとエイム時の感度がだいたい 100% 同期します。 1.78 で感度が高すぎる人は少しずつ下げて自分に合った感度を探しましょう。4、光線距離が長い方は逆にモニター距離スケールを0にすると OEM がやりやすくなります。5、必要に応じてマウス感度の再設定をしましょうみたいな感じでね、今回の動画も参考に良き COD ライフをお送りください。今回動画が良かったよーって方はねぜひぜひ高評価していってください。以上マーキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。